ついにあの男たちの物語がプレイステーション4に帰ってくる。シリーズ初となる4人の主人公男たちが織りなす熱いドラマが高解像度高フレームレートとなって登場。行くぞ。25年前の襲撃事件、何してんねや。事件の裏に仕組まれた。25年前のあの事件、裏でもっと面白い話があったんだよ。陰謀と裏切り。逃げなくていいんですか？捕まったら無理やり自白させられてしまうかもしれませんよ。俺はね、俺なりの信念があって金貸してるつもりなんですよ。そして現金で1億円、10日以内に私に融資していただけませんでしょうか。事件の鍵を握る女リリ。この女の仕事は終わってない。まだ必要なんですよ。リリは一体何者なんですか？あいつは俺が守らなあかんねや。お前がゲーム感覚で金を貸すと犯罪が増えるって言ってんだよ。男たちの運命が重なり合う時、それは一つの信念となる。早く行け。この目で全てを確かめたいんじゃ。そして男たちは集う。伝説の竜のもとへ。やるしかねえんだよ、俺たちは。4人の主人公が生み出す奇跡、いろんな人間の夢を叶えるためにな。その激しい生き様から目を離すな。龍が如く4、伝説を継ぐ者バトル。4者4様のバトルアクションが炸裂。スピードスター秋山俊、華麗な足技を自在に使いこなせ。怪力無双冴島大河、傍若無人に暴れ回れ。これぞデカアクション谷村正義。敵をさばき一撃で無力化。そして最強の男桐生一馬、伝説の喧嘩奥義で圧倒せよ。来いよ。大好評の典型も継承。話しなさい。見て聞いて遊んで典型を得よ。典型が来た。格闘家を作ろうでは弟子の育成が可能。トーナメントでチャンピオンを目指せ。さまざまな体験を通じて技を磨き、四者四様の最強を極めろ。プレイスポット。今作も街には多数のプレイスポットが登場。パチンコで時間を忘れて熱くなれ。2種類の実名機種で思う存分遊び尽くせ。都会のオアシス、温泉施設も登場。キャバ嬢とのアフターでは浴衣姿で卓球も楽しめる。大好評のキャバクラでは、いらっしゃいませ。7人の美女がおもてなし。そして大人の遊びは限りなくリアルに。プレゼントした服やアクセサリーで好みのキャバ嬢を自分色に染めろ。いらっしゃいませ。フリー入店では両手に花も可能。至福のひとときを満喫せよ。その他にも心躍る遊びが多数登場。究極の歓楽街を完全制覇せよ。龍が如く4、伝説を継ぐ者。